はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月続きをやっていきたいと思います。1月25日日曜日ですね。今日はとりあえず休養しておこう。一気に31までいくかな。30。聞いたか先生、敵の居所がようやく割れたそうだ。大修道院近郊の封じられた森に潜んでいるらしい。掃討作戦の決行に向け、レア様は各地に派遣していた騎士団を招集している。俺たちに、いや先生に知られないように秘密裏にな。なぜ秘密に。奴らの居所が知れればお前は間違いなく飛び出していく。それを案じたのだろう。だがお前はそれじゃ納得できないだろう。先生、俺たちに出陣を命じてくれ。待ちなさい。そのような行動、私は許しませんよ。騎士団が最も出払っている時に合わせて発見の報告があったのだ。君が出てくることを狙ってわざと姿を見せた可能性すらある。彼らはジェラルトさんを奪った相手。憎いのはわかるが、ここはこらえてくれ。自分が行く。自重なさい。ここは私たちに任せるのです。てか右のやつ誰、あの傘かぶってるやつ。ジェラルトに続きあなたまで失うようなことはあってはならないのですから。レア様、セテス殿、あなた方も理解されているはずだ。騎士団の主戦力が出払っている今、お二人が動いて修道院を開けるわけにはいかない。敵の力は未知数。彼らと渡り合えるとすれば英雄の遺産を扱える人間くらいだ。となれば奴らの討伐のために誰を派遣すべきかは明白ではありませんか。先生が出るのなら私たちも同行します。すでに出陣の用意は整っている。もはや騎士団の集結を待っている時間は残されていないはずです。出陣の許可を。あなたはそれで良いのですね。わかりました。ではあなたたちに命じます。封じられた森に潜む敵を一人残らず討滅しなさい。何が起ころうとも主の加護を持つあなたであれば乗り越えられるはずです。先生、敵が誰であろうと俺たちは務めを果たすだけだ。行こう。よし、あ、そうだ、資格試験ちょっと見ておこう。ディミトリーはそのまま。ドゥドゥが極めたから上級職になろう。2つあるね。フォートレス、斧の重装、あともう一つはウォーリアーか。火力は高そうだなこれ。フォートレスはどう考えても防御だよね。圧倒的な守備を図る重装兵。なんか斧で押していきたい気がする。ちょっと重装結構鍛えたけどウォーリアーになろう。であとフェリックスも大丈夫。アッシュとかまだ、あ、シルバンがいけるか。シルバンも上級職になろう。上級試験パスがあと1個しかない。パラディン、かっこいいねパラディン。俺にかかればこんなもんですよ。メルセデスちゃんもいける。ちょっと待ってね、ショップに行って上級試験パスを買ってこよう。3つ、ちょっと全部3つ買い足しちゃおう。給料より高い。待って、騎士団キルトで
戦力補充だけしておく。でメルセデスちゃん、これはビショップか。ビショップだね。攻撃と回復の両方を扱える。顔はいい。ウォーロックは、あー白い方がいいな俺的には。あんま白くなかった思ってたより白くなかった。基礎ボーナス何、合格できて一安心ね。一応最低値っていうのがあるからね。アネットちゃんはまだ、イングリッドちゃんいけるけど斧が足りないんだよね。まあこんなもんか。てかカトリーヌとか戻してもいいんじゃないか中級に。で自分も斧を使っていかなきゃいけないから、じゃあ課題出撃に行きますか。封じられた森の罠、ジェラルトの敵の居場所がついに判明した。一行はレナの静止を退けて封じられた森と名付けられた侵入禁止区画に向かう。たとえ敵の罠が待っていようとも。こういう侵入禁止区域の方が敵潜みやすいよね。封じられた森の罠、この先が封じられた森のようです。警戒を怠らぬよう。ジェラルト殿の敵討ち、私も力添えさせてください。先生、私を救ってくださった先生にご恩返しする時が来たのですわね。先生任せてください、僕も全力で頑張りますから。しかしな、トマシさんには世話になったし、戦いにくい相手だよな。顔見知りと戦うのってあんまり好きじゃないわ。仕方ないよ、辛くても戦わなきゃいけない相手とは戦わなくちゃ。後ろから切ればいい。顔さえ見なければ顔見知りかどうかなどわからん。顔を見なければわからないか。あ、そうだな。なあ先生、修道院で口にしたのが建前だとは先生もわかっているよな。お前の敵は俺の敵でもある。それに最後まで付き合う、そう言っただろ。心強い。あ、共に務めを果たそう。大丈夫だ、今までも一緒に戦ってきただろ。たまには俺たちのことも頼りにしてくれ。どんな相手とも戦う覚悟はできている。そう、どんな相手だろうと。では行きましょう。敵衝撃波、味方の全滅。あれは魔獣？やはり敵は最初からここに誘い込むつもりで。あ、来た来た、モニカ。ようこそ死の森へ。なんちゃって。私の名はクロニエ。この弱っちい女は仮の姿よ。これが本当の私の姿。ほら、そこの獣さんたち、私が相手してあげる。ゲーモニカの方が可愛かった。これは上と左で舞台を分けるべきだね。じゃあ上はとりあえず自分行くでしょう。結構来るな。ここまで行くと来るからここか。メルセデスちゃんはやっぱ入れとくでしょ。でこっちがディミトリー、ディミトリー舞台で、ここかどうする。でドゥドゥでしょ。魔法援護役はアネットちゃん、はい、イングリッドちゃんこっちでいくか。クレーンをどうするか。参りましょう。上に連れていくか。でアタッカー、アタッカーでしょ。でアタッカー、アタッカー、アタッカー、アタッカー3人だな。どうさ、いけますよ。はい、アッシュ左1234、1234、5、こっちだな。来るか敵。ほらほら、
のんびりしてると私逃げちゃうよ。え、そうなの？もしかして逃がしてくれるつもりかな。みんな優しい。私はみんな殺しちゃうつもりだけどね。テンション高えな。じゃあこっから突っ込んでいくか。弓兵はいないから計略だな。いや、やべえな、計略ただ。ルーンはちょっともったいない。いや、斧も弱いからやっぱりちょっとやり手攻めるか。どうする？破壊したいよ、破壊したいよな。やっぱいいや、使おう。で、壁破壊、ショートスペア、結構使いやすいけど。すげえ、よかった。手応えを感じる。で、アッシュ銀弓、まあいいや、倒せよ。一回復活するよね。そっから壁を壊していこう。この調子で頑張りますね。守備が上がんねえんだよな、アッシュ。マジで前線に出してアネットちゃん、うわ遠いな。まあいいや、行こう。検定の剣はさすがにもったいない。こっちちょっと火力不足するかな。まあいいや、ここか。ただ変わってるからな。ゲームになってる。もったいなさすぎる。遅い、終わりよ。負けられないのです。レベルアップ。パンの雑魚を相手するときにはな、斧でいきたいんだけどね。空間はマヌエラ先生。ハンマー、敵が使ったから減ってんだけど、ハンマーはこの程度。いって、食らったか。勝負あったか。回避マイナス15とか何の騎士だ。ああれか、重装みたいなやつだからだ。さて計略、これ盾だったよね。え、どうする？魔獣確かにめんどくさいなこれ。あ、宝箱がある、見てなかった。ちょっと待ってね、アッシュ何かいい計略があるか。まあいいや、やろう。毒、なんだこいつ。で、あとあっちか。鉄弓で壁を破壊しよう。オッケー、アーマーブレイク、ダークメタル3個、
シェイバー倒せるね。なんとかなったね。でアッシュにここの宝箱回収させて、自分はこっちに行こう。弓兵危険だからな、ショートスペアで倒す。負けられないからな。でイングリッドちゃんもいけるっしょ。ルーね、鉄斧で行こう。レベル上げる。弱い、ガチで弱い。これ本当にさ、授業とかで上げてった方が効率的だよね。あの計略の技の範囲の広いやつがいいんだよな。デッサン、もらった。イエーイ。ちょっと奥に行こう。でフェリックス、あ動けねえ。あちゃ、こっちだったか。これ何この赤い範囲。まあいいや、実験でいこう。倒せるね。まあいいや、1回目倒せる。てか兵種マスターするのに736も必要なの。成長を感じ、ここがパリンっていけそうだけど、ちょっと待ってね、計略立て。ほっとけませんね。この一手だ。一斉突撃、いけ。いいね、アーマーブレイク。ダークメタ1個かい。でメルセデスちゃんファイヤーで倒せる。私の勝ちね。あらあら。でクレーンをどうするかだよな。あんまり近づけすぎてもな。あの弓兵が来るか。ファイヤーウィンドウ両方覚えてるかな。ローラくらいだったら食らわないと無駄。弱いけどしょうがない。悪いが諦めることだな。クレンちゃん、まずい。2発食らうとかなり危険だ。回復ちょっとだけ。シルバン前線に行こう。銀槍いけんね。さて銀槍ちょっと耐久度が低いんだよね。結構金がかかる。この赤いのマジ何なの。これなんでこんな、この回復床が、結構回復床があるな。こいつどこにいる。回復床にいる。一斉に行きたいから。じゃあミカミックスは鉄斧をちょっと鍛えたいんで、鉄斧っていうか炎のレベル1回につき5溜まるんだよね。みんなで強くなろう。でメルセデスちゃんはやっぱり回復しておきたい。回復するっているライブで。あちょっとだけやってレベルが上がったからか。お互いを回復し合おう。こうか。よいしょ、疲れますわ。これ鋼くんじゃないか。もったいないよね。俺の勝ちだな。メインウェポンとサブウェポンだな。これなんかある。あ、岩か。こいつがまだ生きてて、
アッシュはやっぱり宝箱を回収する。速さの指輪いいね。てかさ、この前初めて知ったんだけどさ、その盾とさアクセサリーって同時に装備できないんだね。てかアクセサリーって持ってればさ効果発動すると思ってたら装備しなきゃいけなかったんだよ。でアクセサリーを装備してて盾を装備してると盾が外れちゃったんで、鋼でいこう。勝負あったか。剣殺し。掴めてきたようだ。ようやくBか。頼りにしています。あとこいつだけでしょ。体勢を整えながら行こう。もったいないかな。あ、待って、リープ10回使えんじゃん。悪い。フェイクスはまあちょっと減ってるけど気にならないくらいかな。ここもまだ大丈夫だね。一気に詰め寄らないといけないから。あれと少し移動力遅いな。まあ魔術系だからしょうがないんだけど。あと動きちゃう誰。あ、シルバンか。一応裏手取れるところにここ。でこいつ回復床から動かない、もしかして。だとめちゃくちゃ助かる。なんかそんな感じがするな。ってことは4方向囲むとして、まあ、フェリックスとミカミックスは絶対攻撃したいでしょ。あと火力の高いのは、まあ、ディミトリー。ディミトリーでも最後後ろからいけんだよね。2歩ルルーも射程内に入れて、イングリッドもまあちょっとこっちの方、もう一旦ちょっとあれだね。近づけるだけ近づくか。てか何こいつそもそも動かねえじゃん。フェイクスも2歩外で、ディミトリーはじゃあちょっと2歩外から普通に攻撃する。ドゥドゥドゥはん、ちょっと待って、フェリックス、ミカミックス、こっちか。ドゥドゥはで、上はシルバンでいくか。いや、シルバン破裂の槍手に入れたけど装備させてないや。でメルセデスちゃんちょっと行って、リブロ減ってるの誰だ。ディミトリ結構減ってんな。助かった。私フレンリブロ覚えてないのが超痛いんだよな。よし、こんなもんでいいや。じゃあどうする。35、浅めの剣強そうではある。さすがに鉄斧じゃ無理だな。銀剣もう無理か。ディミトリーさ、後ろからさショートスピアいけんの。命中35とか、マジでめちゃくちゃ回避高えな。ここにいるからか。フェリックス銀剣でいくか。75 6×12 か。頑張ってるね。そのまま地獄まで送ってあげる。よし、まず一発だけだし。なんかムカデみたいな、ね、ムカデじゃなくてサソリか。じゃあミカミックス、オモ剣だな。93%。ちょっとここは剣でいこう。さすがに。のこのこ現れて、あんたばっかね。そんなんじゃお父さんの仇取れないよ。あんたも殺してあげる。私のこの手でさ。それはこちらのセリフだ。
ヌエラ先生のレベルが上がった。強い女を好きな男もいるわよね。嘘、本気の私があんたなんかに負けるわけ。ほう。ソロン、見てないで手伝ってよ。乙女の危機よ。ああ、そうだな。案ずるな、クルミネ。お前は獣のはびこる世を救済するその礎となるのだ。さらばだ、強制よ。今の魔導は、先生はどうなった？見たか、奴は飲まれた。禁樹の闇に。未来永劫、うつろな闇をさまよい、再びこの世界に戻ることはない。天帝の剣は惜しかったがな。そんな嘘、先生が死ぬはずない。そうですわ、先生は特別な方なのですから。あの人がこの程度で死ぬとは思えない。確かにまだ死んではおらぬであろうな。だが死んだも同然よ。出口のない闇の中を漂うことしかできぬ。苦しかろう、絶望に飲まれよう。まだ生きている。殿下、望みを捨ててはなりません。ああ、先生は必ず助け出す。そしてこの外道も殺す。指の先から刻んでやる。耐え難い苦しみの中で死ね。その態度、つまらぬわ。まあよい、望むならば加えてやろう。お前たちを死での行列にな。された闇の世、それこそ女神でもなければ出られぬのじゃ。我らの身も心もだんだんといてついてこよう。死ぬ覚悟はできたか？いや、できない。あらかえ。それはそうじゃろう。わしとて死にたくはない。じゃが
他に術はないか。術？のお主、ジェラルトの日記は覚えておるか。お主は泣きも笑いもせぬ赤子じゃったと。それはおそらくわしのせいよ。ほとんど眠りに近い状態だったのじゃろう。お主の中にあったわしが作用してな。レアは一体いかにしたのか。お主の中にわしを存在させた。わしはずっとお主と共にあり、お主の中で力を取り戻していった。そう、女神、いや神祖としての力をな。我が名はソディス。それが何の中、お主は聞いたはずじゃ。始まりのものフォドラの守護者にして、生きとし生けるものを導く神祖。わしは死して再び舞い戻ってしもうた神祖ソティスの心なのじゃ。驚いた。高級の闇よりいずる術は一つ。わしの神祖の力を使うより他はない。じゃがわしは体を持たぬ。それゆえお主に力のすべてを渡さねばならぬ。それはお主と一つになるということ。そしてわしは消えるのじゃ。そんなことはできない。消えると言うてもすべてなくなるという意味ではない。わしはお主になるのじゃ。いつもお主と共にあろう。じゃがこうしてお主と話すことは二度とできぬじゃろうな。寂しいの。わしは常にお主と同じものを見聞きし、お主に散々あれこれと言うてきた。かけらも女神らしゅうなかったやもしれぬが、実に楽しい日々じゃった。礼を言うぞ。わしと共にあったのがお主でよかった。こちらこそ。さあ願え。わしとお主の意志が重なれば二つは一つになる。あの森へと戻り敵を討ち、コアッパどもを助ける。それがお主の願いじゃろう。わしとお主の意志は一つとなった。時のよすがをたどりて見出した斧が答え。始まりのものたるわしに示せ。先生だよな。本当に無事でよかった。お前ならば必ず戻ってくると信じていた。詳しい話は後で聞かせてくれ。今はあの外道を殺すのが先だ。
ども、ザラスの闇で何を見た。ありえぬ、あの闇を喰らえるのは我が手で始末をつけねば戻ることもままならぬか。魔獣ありかよ、めんどくさいな。またこっちに取ってんの。ソティスと融合したことにより天帝の剣が真の力を取り戻した。すごいね、天帝の剣じゃなくて俺斧使いたいんだけど。また斧で行こう。天帝の覇権になってる。一応斧でも倒して謎の剣。これでいいだろう。じゃあまた舞台は左右かね。そうするとディミトリーはまあ右、このまま右と左に分かれてこう。シーバーどっちか分かんないから真ん中にいよう。森の中に全然動けねえんだけど。まあイングリッドちゃんは大丈夫でしょ。アネット進め。来た来た来た、魔獣も来るか。さてそうするともう一旦ここ魔獣あ入ってるわ。いや結構広いな。魔獣討伐が先だな。計略これを使おう。でここそうか、縦3マスまで当たるからか。フェリックス、フェリックスはそうだ、計略がねえんだ。そう倒しちゃおう。ダークメタル的なやつがさ、どれだけ貴重なものなのかが分かんねえんだよな。ケレクとか世話が焼けんな。これが私の策。であと奥ちょっと下がろう。え、なんかすげえ足狙われてんだけど。無理か、壊す。あ、いける。あ、いけるわ。 57% か、行きたい。僕だって。あ、いや、カリーンとしてダークメタル。じゃあ倒しちゃおう、こいつは。これは鋼。ちょ、サイドができるけど、こっちの魔獣はじゃあちょっと引き寄せるか。全員左から行く。敵を引き寄せつつ、フレットが狙われたらマジで死ぬからな。誰、アッシュだ。やべ、僕だ。マジでこいつ防御力低いからな。ビクリじゃない。まあ大丈夫じゃない。よし、フレンは回復だよな。アネット計略使おう。援護します。逃がさない。集団魔法フォロー。
結構これ範囲が広いのがいいんだよね。ディミトリーここから行って計略使って、正気をつかむ、行け、パリーンとアーマーブレイク、いいね。範囲の広いやつがいいんだよね本当に。でレベル的にドゥドゥ、全然レベルが低い。これは鋼、うん、少しはフレンとかもね実はレベル低いからね、回復したいんだよな。いや、フレンで回復させるか。メルセデスちゃん攻撃に入ろう。ファイヤー倒せる。ちょっと待って、なるべく別の人で倒したいんだけど、全部倒せるやん。じゃあファイヤーでいいや。仕方ないのよ。仕方ないね。よし、ライブ。いや、助かります。17レベルだからな。敵を倒すっていう機会がないからな、フレンは。ちょっとイングリッドちゃん後ろ取るか。鉄道の、いや弱、マジ弱。もう終わりなのですか。弱いくせにさ、次のレベルになるまでが長い。それは先生も同じこと。迷いを吐かせる。加減すべきだ。まだいいだかんね、俺に至っては。さすがです。あ、フェリックスも結構減ってんだった。銀剣はもったいないからこっちへ行こう。なんかね。弱すぎるな。フェリックスもレベル高えよな。倒しておこう。終わったか。出すか重装。回避マイナス15とか。マジ厄介だな。ドゥドゥにつけるべきだったな、やっぱりそれは。で、リブロ使おう。礼を言う。でフレンでディミトリを回復させよう。先生の熟練度を上げたい。まずどうにもこうにも見えた。これで決める。これでいいだろう。でも副官はレベル上げすんの楽だね。ちょっとは見習いますか。これ割れたな。あいつの近くに集結して一気に畳み込もう。ディミトリはもう間に合わないかな。ソロンバンシーみたいな名前になってんだけど、技の名前が。すまない。かな、これだけで囲めば大丈夫かな。ちょっと怖いからメルセデスちゃんだけ進めておいて、いつでもリブロを見てる状態にしておこう。魔法だから射程2あるんじゃないか。そうだよね、射程3、射程4になると大丈夫か。シルバンは上から行く。これで取り囲もう。アッシュは結構遠くから行けるからね。今は貴様などにかかずらっている暇はないのだ。あ、やべ、フェリックス食らったか。ガードした。盾飛びしてるからね、あのフェリックス家の盾。
で一発で倒せるし。銀剣でいく？ 100% 斧は？あ、いけるじゃん。斧でいこう。わしは貴様が恐ろしい、恐ろしいなどという感情はわしの中になかったはずなのに。だが貴様だけは消さねばならぬ。うわです。このわしが獣ともに破れようとは。レベル高っ。みんなで強くなろう。しかしこれで終わりではない。我らの悲願必ずやタレス様は。タレスか。奴もまた炎帝の。いや、MVP。 先生、無事でよかった。大きな怪我もないようで本当に何よりだ。それにジェラルト殿の仇も死んだ。釈然としない形ではあったかな。それで先生、その姿は。俺たちの知らぬところで何があった？女神が力を貸してくれた。女神が現れて力をくれた。それはまるで神話の再現だな。だが空を切り裂く先生の姿を目の当たりにして信じないというわけにもいかない。神話の再現。ああ、女神の啓示を受け力を授かった聖者セイロスの神話だ。かつて女神はセイロスを使わして力に溺れた邪悪なる王を撃たせた。きっと邪悪を撃たんとするお前の姿に女神はセイロスと同じものを見たのだろう。先生が女神に力を与えられたセイロスなら俺に似合いなのは。ああ、いや、何でもないんだ。おかしなことを。ん？おい先生、どうした？まさか寝ているのか？一体どういう。とにかく早く誰かに見せなければ。俺が担いで走った方が早そうだな。時の夜すがに灯る炎、川もにたゆた記憶のかけら。まだ動いてはいけません。ここはどこですか？大丈夫、何も心配はいりませんよ。あなたを傷つけようとする者はここにはいないのですから。今この時が永遠に続けばいいのにと少しだけ思ってしまう。手繰り寄せられた時を共に紡ぎ、果てなき世を二人で追っていきたい。あなたの身に何が起こったのか、おおよそのことは聞いています。この姿、主より力を授けられたのですね。あなたが天帝の剣を手にしたその時から、私はあなたがいつかこうしてホドラをあまねく照らす女神ソティスの力をその身に宿すことを信じていました。あなたは私の。さあ目を閉じて、このままもう少しお眠りなさい。私がずっと見ていますから。
はい、というところで、1月が終わったから、ま、1年だとして、あと2月と3月か。てか、白雲の章長くね。第1部、白雲の章だよね、まだ。ま、2部構成とか、ま、長くても3部構成とか、そんな感じですかね。ま、というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。